高川原氏は、木の国の国人衆。日本の氏族の一つ。高川原氏の祖は不明だが、高川源、高川らともかき、伊勢国、木の国、阿波国などに地名がある。故に地名をもって、主としたと伝わる。平の清盛の着村、これ森の流れを組むとされており、これ森は、研究元年から研究2年にかけて、田辺家熊野別島の一族、 小座穂地の川の郷紙、高川原氏にかくまわれこうなして見積もりという。玉川源流編纂、高川原氏家父。南紀古志伝、紀風土器、関西年間に、竹内源流の著、熊野順覧器。同じ木の国の色川氏も、同じ一族だという。和歌山県史の人物史に、玄高元年小山氏と、並び鎌倉の命を、こうして、熊野宴会を護整理、敬語せり。 また、吉野朝と高野山に1392年10月28日南朝の五亀山天皇を敬に官御しだか、河原の節守ると、熊の八掃除小正須とあり、南朝に仕えたことが記されている。高川原氏が最も名を馳せた時期は、節つ森貞森の代で、北畑、小田氏に仕えて、隣国の堀内氏と争った。1579年、 滝川和正の配下で、有岡城攻略にも参戦して、武功を立て、八千国を領し、長兵有森を、摂津国主武勇に派遣した。1581年には、巨城となる虎城や魔城を築城している。佐田森の子、立脇家森は、豊臣秀永に仕えたが、1600年関ヶ原の、戦いで西軍に属し、一時没落したため、長兵有森、 陣営門右京と八栄門又八郎は摂津国主武勇に敵の押し土着した。家守は戦後に紀伊和歌山藩主となった浅野市に仕えることで家を復興し、居城があった古城山に母体となる聖限寺を創建した。建てる際に城の一部を用いたとも伝えられている。寺内には家守の墓と言われている石碑が残されている。家守の子。 スケザエモン強制も、父と共に、上田隆史家に仕えて、1615年の、大阪夏の神家シーの合戦で徳川方として、新安嶋鏡第二巻、牧の十四に、朝野氏の家老上田門戸の家人として一番槍の、武功を立てその後小平太はなおスケザエモンと称したと、あり、南紀古志殿には、朝野氏が、秋広島藩へ、国外の際には1500国の地業を得ているとある。 しかし、突如役を辞して、貴郷とあるが実際には、元所領であった摂津国主部ゆるに到着し、以後名を、女未記衛門と少子代々襲名した。広島藩主としての高川原氏は、京世の弟五郎左衛門帝政と、ゴ左衛門玄太優が受け継ぎ、帝政は政を、高川原氏と解消するが、代々延前奉行、目付役として徴用され、子孫に受け継げられた。しかし、 ゴンザイモン・ゲンダユーは1723年以降に、壊れて、広島藩を去り、摂津国主部ユーにて神江門の後を継ぎ機能、土着死体後ゴンウエモンと称した。着流の方は、木の国に存在し、居城後に住居を構えて暮らし、強生の弟もしくは小小材門ただ森は、慶長5年より召し出されていた、父に命じられ、その子さだまさは、小江門と称し、孫の定家は、 六郎衛門を称し、ただ森の四大村表衛門貞時の第二は、新宮半円残部行になったという。以後大々兵衛門を襲名したが着流は安永年間に途絶えたとあるが、熊野巡覧期には、貞時の四大孫領館が1889年の市町村主公で成立した小沢村の村役を務め、両館には小平八がいたという。ありがとうございます。